ビッカース水陸両用戦車、またはビッカース水陸両用系戦車、カーデンロイド水陸両用戦車など。ビッカースアンフィビアス、ライトタンクは、1930年代初頭、イギリスのビッカースアームストロング社で開発された、軽戦車である。浮気高機能を持った、水陸両用戦車としては最も初期のもので、イギリス陸軍には採用されなかったが、 数カ国に輸出され、中華民国陸軍では、対日戦に使われたほか、ソビエト連邦では独自の発展系を生み出し、第二次世界大戦で使用された。ビッカース水陸両用戦車は、カーデンロイド豆戦車の発展系である、ビッカースマーク、i 型戦車の駆動系、足回りを使って製作された。原型は1931年4月、チャーチー近くのテムズ川で、 デモンストレーションが行われた。試作車両は2両製作され、イギリス国防省から A4E11、A4E12 の試作故障が与えられた。ビッカース水陸両用戦車は、特別に浮きなどを追加装着しなくとも、浮き高能力を持つ、生産者としてはおそらく世界初の水陸両用戦車で、水密性のある。 平底船型の車体を持ち、車体後面中央に水上航行用のスクリューと筒型の舵を備えていた。試作車では車体後部上面に若干の傾斜が付けられていたが、生産者では単純な平板となった。浮力を稼ぐため、車体側部にはバルサ材を鉄板で覆った浮き材がフェンダーを兼ねて装着された。 重量を極力抑える必要があったので装甲は薄く、しかも頑丈なフレーム材もなしで組み立てられていたので強い力がかかると車体が歪む可能性があった。砲塔はビッカース重機関銃1丁が搭載された初期の輸出用ビッカース系戦車やビッカースロットン戦車双砲塔型とほぼ同型のものが使われていた。 エンジンはほぼ車体中央の右側に搭載され、これと重量バランスを取るため、方塔運転席は左側にあった。試作車ではそれでもバランスが不十分で、左側天輪ボギーの外側にガーダービーム式にバラストが付けられていたが、生産者では何らかの措置が講じられたらしく、このバラストは取り払われた。足回りは、 リーフスプリングで喧嘩された2輪ずつのボギーが片側2つずつで最後尾天輪が誘導輪を兼ねていた。結局、イギリス軍には採用されることなく終わったが、少なくとも40両程度が生産され、数カ国に輸出された。これら輸出型は一般にビッカース水陸両用戦車1931年型の名称で知られる。 最もまとまった数を購入した中華民国軍の装備車両は実戦に投入されたほか、ソビエト連邦では独自の発展型が生み出され、独ソ戦前半に大量に使用された。ありがとうございます。